松田貞治は昭和期の映画監督。戦前は、牧野プロダクション進行記念間に一第二本映画、戦後は、イボテイの牧野光雄が、制作責任者だった、東横映画、東映に属して、時代劇映画を量産し、ヒットシリーズ作を多く手掛ける。特に、東映時代は、東映京都のトップ監督として君臨し、東映オールスターの中心蔵映画を3本も、 演出するなど、プログラムピクチャー対策を多く手掛けた。父親は、日本映画の父と称された、牧野プロダクションの創設者、牧野正造。映画監督の牧野正弘のイ母テ妻は、女優の松浦月江、脚本家の松田博は長男。主な作品は、戦前には、嵐寛十郎の代表作の、クラマテングシリーズを5作など多数を監督。 時代劇にとどまらず、現代劇も多く手掛けていく。戦後、大英から東英に会社を変え制作された、7つの、顔から始まる片岡知恵蔵主演の現代劇、タラオバンナイシリーズを、脚本、原作の久香部と共に11作すべて監督。同じく、知恵蔵主演の初の、近代地ス系シリーズ映像化も6作のうち5作を、監督や、 日本初の和声眼アクション刑事映画の日本ジーメンシリーズを2作、また市川歌右衛門の代表作、旗本退屈男シリーズの戦後作6作を手掛けた。大友隆太郎の主演の丹下左前シリーズを5作中4作、大川橋蔵の代表作、新語十番勝負シリーズを8作中6作監督し、東映スター俳優の活躍に貢献。シリーズ作以外は、 片岡千恵蔵を主演にした1956年の東映オールスター時代劇、赤穂浪士天の巻地の巻や1959年の中心蔵桜花の巻、吉花の巻、1961年の赤穂浪士なども手がけ、千恵蔵が清水の次郎長を演じたオールスター時代劇、人形清水港シリーズ、月形龍之介主演の1959年の ミトコーモン天下の副将軍と1960年のミトコーモンのオールスター時代劇も監督し、大作映画のイメージを大きく残した。さらに特筆すべきは、国産初の大友龍太郎主演で、蒼天連食シネマスコープ、大鳥城の花嫁を手掛け投影発足からわずか6年で、業界主義を揺るぎなきものにし、時代劇王国にまで昇進させた。 その後テレビ時代劇に進出して、月形隆之介主演のテレビシリーズの、水戸項門や大瀬光一の、倉間天狗や栗塚朝日の、風をメイン監督として手掛けた。ありがとうございます。